何ねえ、そう。ふん。最強の魔を示す者が宝を手に入れられるか。最強のこの第六天魔王より他にはおらぬ。猫の魔？あれは魔人の娘の邪魔はしないことね。最強とかはどうでもいいけど、共に宝ってのも気になるし、ついていこうかな。踊ってるみたいね。面白そうだ。俺も私も応援します。余生をかろう。もっとお手伝いになると。俺も入れたくない。宝の話をしていたみたい。倒して詳しく聞き出そうか。頑張ってくださいね。遺伝の実行です。大阪城を組んでる。逃げ場はありません。次に邪魔な敵や拠点を落としておこうか。ブラボーですか。この信長に逆らう者は消滅せよ。化け物が真のを塞いでいるね。お宝とやらを守っているのかな。そうかもしれないな。ところで、あなたは随分落ち着いてるね。ま、俺は鬼の狩猟だからね。化け物を見たぐらいでは動じないさ。大した腕ね、猫なのに。うん、あっぱれじゃ。私の道を阻むとは。容赦せぬ。エッセオたわけ。身のほど知らずの生き物たちだ。さあ落ちなさい。うん、あっぱれじゃ。なんだ、敵は詳しいことを知らないみたい。まあいいや、気を取り直して進もう。あなたの戦い方は終わるかな。共に裁きを下しましょう。これで先に進めるようになったみたいね。するなど生意気な。すごい数だね。倒された化け物が仲間を連れて復讐に来たようだ。バラバラに挑んで囲まれたらまずい。みんなで協力して倒そう。一理ある。ここは手を組もうぞ。分かった。ここを切り抜けるためだ。
対象格の化け物を倒した。やはり私でも。怪しい門が開いて、お三方、行ってみよう。あっぱれじゃ。お見事です。容赦せぬ、熱せよ。これで流れも変わるでしょう。我が武こそ天下の座、新しき世を作るのはこのノブニャガぞ。少しはやるようね。愚かな人間とは違うみたい。そなたの罠遣いもなかなかのものじゃ。ノブニャガさんの銃もすごいよ。その肉球でよくここまでうまく扱えるね。第六天魔王、止められると思うとか。これが宝？何かの秘文みたい。魔が差すことなく協力することこそが最強の魔。このふざけた文章は何？たわけ！にゃにゃ。おお。まいったな。面白い。そうだね。責任は果たさないとね。ご指名とあらば喜んで。なるほど。はあ。そうですね。そうですね。ええ。二人の記憶を取り戻すきっかけを探しましょう。クリスは楽譜、フォローは旅人でしょうか。って言われても、どこをどう探せばいいんだ。手当たり次第に敵を倒すことを提案します。敵がおやつを隠し持っているかもしれません。あっぱれじゃ。一緒できたわね。あなたとなら最高のコンチェルトができるわ。わしを捧げるためなら僕と味わうがいい。あなたならできる。俺もお邪魔するよ。これが終わりの彼を狩ろう。あっぱれじゃ。こんな感じで邪魔なのだよ。応援しているよ。これで終わりも。我が武こそ天下無双、新しき世を作るのはこのノブニャガぞ。道を開けてもらうよ。これで終わりだ。これで終わりも。その調子で励む。チェックメイトだ。先生、我が武こそ天下無双、新しき世を作るのはこのノブニャガぞ。笛があるなんてね。
どんな音が鳴るのか研究したいわ。容赦せん、熱せよ。たわけ。この世界の魚も美味しそうですね。今晩のおかずに最適です。あっぱれじゃ。手伝おうか。第六天魔王、止められると思うたか。責任は果たす。基本だけどすごいこと。やってやる。嵐を起こせ。これはホルンのデュエルナイト。いい音を奏でそうだ。あっぱれじゃ。二人とも戦いを忘れて夢中になっていますね。まだまだ腹ペコであることを認めます。あの拠点も捜索しましょう。そうしましょう。そうだな。他にも楽譜が見つかるかもしれない。ムバタルキ、ご苦労。これは鶏の串焼きでしょうか。少し溢れる味がします。あっぱれじゃ。大事な商売道具が。誰か助けてくれ。誰か襲われているようです。責任は果たす。助けましょう。楽器や遊びをたくさん持っているわ。異世界にも芸術は目指しているのね。あの助けてくださった品物の一部を差し上げます。英雄様、ありがとうございました。ささやかですが、これは私からのお礼です。まあ、楽譜をくださるの？この世界の音楽、どんな響きなのか楽しみだわ。泥棒、俺たちの食料を返せ。あれ流れない。俺もお邪魔するよ。食べ物を見て逃げていくようにすることもある。食べ物を見て逃げていくようにすることもある。かき混ぜて釣り合うようにしましょう。華麗だね。さすが英雄さんだ。道を開けてもらうよ。これで終わりますか。邪魔なのだよ。さすが英雄さんだ。我が武庫室天下の層、新しき世を作る。この目を見ようよ。食料が奪い返しました。今すぐ食べたいですが、持ち主に返しましょう。我が部こそ天下無双、新しき世を作るのはこのモルニャガぞ。華麗な戦いぶりだね。あとは任せてもいいかな。結構容赦ないよな。あっぱれじゃ。楽譜や楽器を見ると心が踊るの。演奏したくて仕方がなくなるわ。呼んだかい。私に手伝わせて。何のようだ。嵐を起こせ。それにしても三人とも記憶が欠けているとは妙な偶然ですね。なかなか高い確率ですね。記憶喪失はごく一般的な現象だと理解しました。いや、
それは違うと思うが。私はこの世界に来てよかったです。いろいろな美味珍味を食べることができます。容赦せん、熱せよ。たわけ明日、2階の魚、鶏、野菜、ケーキ、寿司、きっと他にもまだ美味が隠されているはずです。うん、あっぱれじゃ。ここは責任は果たす。兵糧庫のようです。俺の出番だ。たくさんの食べ物がありますね。やってやる。季節の果物の一瞬の魚と、きながらあっぱれな品揃えです。うん、あっぱれじゃ。猫なのに。我が部こそ天下無双。新しき世を作るのはこのノブニャガぞ。助力いたせ。あなたのために俺もお邪魔する。見事なものに余生を狩ろう。いい流れ。てめえはここでくだまれ。俺を入れてくれ。腹ペコは収まりました。満腹です。大満足です。異界の音楽に触れられてよかったわ。たまにはこんな息抜きも必要よね。何か大事な目的があったような気がしますが、まあ満足だというならそれでいいでしょう。ありがとう。まあ、はい。いえ。まあ、なるほど。いいや。その通りです。喜びなさい。どうぞ。そうだな。戦ってきたから。化け物とずっと戦ってきたのか。それは大変だった。うまくできるかな。そうだね。
でも大切な人を守るためだったら、俺もお邪魔するよ。そうか、余生を頼む。うん、俺もやるよ。道を開けてもらうよ。正々でした。こんな感じでいいかしら。邪魔なのだよ。チェックメイトだ。正々でした。我が道を開けてもらうよ。天下予想、新しき世を作るのはこのノブニャが。チェックメイトだ。これで終わり。これで終わりも。邪魔なのだよ。容赦せん。せよ。たわけ。このままでは総崩れになってしまう。再び前線の守りを固めましょう。敵の目は前線に向いてるみたいだね。この隙に奇襲しちゃえ。戦いは膠着状態にある。私が奇襲を仕掛ける。戦局を打開しよう。ありがとうございます、上位様。どうかお気をつけて。我が道を阻む者に容赦など無用。華麗な戦いぶりだね。あとは任せてもいいかい。たわけ。我が道を阻む者に容赦など無用。うん、あっぱれじゃ。信長殿、案外苛烈なのよね。第六天魔王、止められると思うたか。俺は真相ってんだ。一つ勝負といくかい。我が道を阻む者に容赦など無用。玉城殿は世界のために戦っている。王位が欲しいわけではないのだ。そんなことは分かってる。あれ、じゃあなんで関根さんは玉城と戦うんだろう。ちょっと疲れてきちゃった。射線、うっせよ。たわけ。責任は果たす。無駄に。節子さん、とても玉城って子を憎んでるようには見えない。でも、だとしたらなぜ戦うんだ？彼は何かを隠している。うん、あっぱれじゃ。さて。我が武こそ天下の総。新しき世を作るのはこのノブニャガぞ。無駄だね、ご苦労。うん、あっぱれじゃ。Let's go.
なぜ本陣に敵が。ここに来るまで一丁雲様と遭遇しているはず。俺もお邪魔するよ。超王様が破れたということでしょうか。見事なものに大戦してもらおう。これでもやるね。デビューさん、うまくいったみたいだ。一応当ててもらうよ。こんな感じでいいかしら。信長さんって結構容赦ないよな。これは大戦してもらおう。あっぱれじゃ。さばくん、もう一応当ててもらうよ。とっとと引き上げる。わかりました。チェックメイトだ。邪魔なのだよ。これで撤退を始めてください。我が武こそ天下無双。新しき世を作るのはこのノブニャガぞ。玉木、逃がすものか。容赦せん。傷つける相手が間違ってるぜ。家族なら玉木を守ってやるよ。他人に何が分かるって意味だ。玉木って子は本当に優しいんだね。仲間にもすごく愛されてるみたいだ。刹那兄様、もうやめましょう。私が王にならなければ世界が。お前と話し合うつもりはない。そんなに思いやりたいなら俺を倒してみろ。うん、あっぱれじゃ。ここまでなのですね。お兄様、どうぞ一息に。行け玉木。これに懲りたら二度と俺の邪魔をするな。刹那兄様。刹那さん。参ったな。刹那。いや、そうね。くっ。喜びなさい。どうぞ。そうね、そうだね。よし、そうね。何？違います。そう。いいだろう。ねえ、そう。いらっしゃいませ。
また来てください。元気さん。そうね。やるぞ。わからない。お前も風呂に来たのか。すまない。敵の勢いに押されてるな。もっと守りやすい場所に移って体勢を立て直そう。責任は果たす。手伝おうか。人使いの笑いな。出番ですね。あっぱれじゃ。霞か、ここでお前と戦うことになるとはな。お宅は無用。霞さん、元の世界での知り合いか。なら戦うのは辛いだろう。下がっててくれ。刹那さん、ありがとう。でも大丈夫、私は戦うのが宿命だから。なるほど、あなたは手だれであると認めます。いいところだな。ここなら猛攻にも耐えられそうだ。敵はあなたを追ってきているみたい。この隙に私が手薄な敵本陣を奇襲するわ。分かった、俺はここで敵をおびき寄せておく。だが霞さん、絶対に無理をしないでくれ。
私なのよね。うん、あっぱれじゃ。助力いたせ。あなたのためなら俺もお邪魔する。あなたならできる。これで終わりに寄せようかろう。派手に暴れてみる。楽しそうですね。刹那さんは優しい。見事なものになっても、チェックメイトだ。これでうちに隠しておく。これで終わりに。いつかそれを教えてくれるのかしら。道を開けてもらうよ。盾にすることで、これで終わりだ。くたばりやがれです。正々し解散してもらおう。その部位見せてみろ。邪魔なのだよ。我が部こそ天下無双。新しき世を作るのはこの信長ぞ。戦いぶりだね。あとは任せてもいいかい。貴様ごときひねり潰してくれ。ちょっと疲れてきちゃった。者など無用。ブバタルキ、ご苦労。お前たちから見れば四季の構造は理解できない。だが奴は信念を持って進んでいる。容赦せぬ。滅せよ。たわけ。うん、あっぱれじゃ。刹那の動きが妙だな。
何を企んでいる。全軍守りを固めてくれ。気づかれてしまったみたい。もう奇襲は無理ね。奇襲はならなかったか。こうなったら力押しで行くしかない。それに霞さんも心配だ。急ごう。塞がる者は倒すだけ。邪魔よ。共に参る。私に必要なのは。その調子で続けて。俺もお邪魔するよ。余生を狩ろう。チェックメイトだ。こんな楽しそうですね。うん、いい感じだ。道を開けてもらうよ。これで終わりだ。まだ戦える。私に手伝わせて。俺たちの勝利だ。祠を奪ってどうするつもりだ。決まってるだろ。泉を復活させて奪われた王位を取り戻す。バカなこと。いくつ祠を奪ったとてお前は王になどなれぬのに。それどういうこと。聞くな、ざれ言だ。刹那では強大な泉の力を操れぬ。それができるのは、王たる器を持つのはこの世に玉木だけだ。あの、そうだ。え、そんな。いや、頼む。刹那さん。刹那さん。そうだね。不思議なもんだな。悩みがあるとどうしてここに来ちまうんだか。
様。玉木か。何かあったのですか。悲しい顔をしています。大したことじゃない。玉木ではお役に立てませんか。まだ子供だから。いや、俺はいつも玉木に救われてる。お前の笑顔にどれだけ励まされてきたか。だから今度は俺がお前を助ける。また何か考え込んでいるようだな。お前は人を頼るのが下手すぎる。自分一人で何とかしたいんだ。弱音を吐いて幻滅されるのが怖いか。それもある。あとは誰かを頼って、そいつがいなくなったら俺はもう。おじ上が亡くなってお前が苦労してきたのは知っている。だが信頼してもらえないのも悲しいものだな。私たちを仲間だと思ってないのはあなたの方じゃないか。大変です。どうした。アーナス様たちが敵に囲まれ大怪我をされたと。このままでは。何だと。今はあなたと一緒には戦えない。すぐに行く。はあ、そうね。たわけ。にゃにゃ。あの、信長さん。式に会いに行くぞ。抵抗する者は力でねじ伏せる。騒がしいと思ったら刹那の猫たちが攻めてきたみたいに。四季さんを守らないと。あなたならできる。すみません。猫さんの相手でも容赦できません。俺もお邪魔するよ。こんな感じでいいでしょ。余生をかろう。あなたのできる楽しそうですね。これで終わりね。華麗だね。こんな感じでいいでしょ。チェックメイト。あっとるじゃん。これで終わりね。解散してもらおう。これで終わりだ。その調子で励む。道を開けてもらうよ。これで終わりだ。チェックメイトだ。邪魔するだよ。我が武こそ天下無双。新しき世を作るのはこの信長ぞ。
焦る必要はない。敵は少数、囲んでやればいい。閉じ込められてる。敵の主力は閉じ込めた。この隙に侵入経路を断つ。なかなかの策士よ。道を断たれては味方の増援を呼べぬ。容赦せぬ。うっせよ。たわけ。恵みが殿、案外苛烈なのよね。あっぱれじゃ。よし、攻勢をかける。爆竜に遊びがごときなり。さてと、俺の出番だね。みんなのやってやる。俺が相手になろう。行くぞ。刹那は王位を望む利己的な男。好き、そんな奴に負けてる場合じゃないのよ。そうです、四季さんは刹那さんと違って魔物を倒すために。ナオトロ、すみません、これ言っちゃいけないことでした。魔物じゃて、実に気の臭いな。容赦せぬ。うっせよ。たわけ。邪魔よ。いろいろ言いたいことはあるが、称賛はしよう。我が道を阻む者に容赦など無用。立ちふさがる者は倒すだけ。すみません、倒させてください。よし、こちらの思い通りだ。モノノフの魂、この槍にて斬貫。我が闘志、まだ燃え尽きてはいない。我が道を阻む者に容赦など無用。ことごとく味方がやられるとは。侵入経路の封鎖は諦めるしかないか。私に手伝わせて。敵はようやく諦めた。呼ぶのが遅いですよ。あの敵、人使いにただ攻めてきたわけではないのだ。確かに気になるな。俺が聞いてこよう。あっぱれじゃ。魔物って言ってたわね。今まで戦っていた化け物とは違うものなのかしら。霞、考えても千なきことよ。全ては式に問えば。華麗な戦いぶりだね。あとは任せてもいいか。あっぱれじゃ。我が部こそ天下無双。新しき世を作るのはこのノブニャガぞ。梅禄天魔王、止められると思うのか。お前たちの動きは妙だ。何か目的があるのか。式以外と話す気はない。死にたいが、奴を連れてまいる。そういうわけにはいかない。話せないというのは、ここで倒させてもらう。ここは一旦引き、式に報告しよう。
どうする？彼らはお前以外と話す気はないよ。私の敵と軽々しく話すつもりはない。俺はもしここまで来られたら考えるとしよう。あっぱれじゃ。もしシキさんの考えに共感したら、刹那さんを見限ることになる。容赦せぬ。刹那は強いが悪い奴ではない。その話は時期尚早じゃ。カスミ、そう、責任は果たす。刹那さんと戦うなんて嫌だな。なるほど、あなたは手だれであると認めます。強いのね。あなたが味方でよかった。第六天魔王、止められると思うたか。面白いことを言う猫だな。いいだろう、私が相手だ。魔物のことを話すべき相手か、こちらも確かめておきたいからな。わしには及ばぬが、そのまっすぐな武、見事。よかろう、話を聞いてやろう。信長さん、違うわ。こっちがお願いする立場のはず。面白い英雄たちだな。少しだけならお付き合いしよう。おい。ああ。で、あ、その通りだ、英雄よ。そんな。よかろう。頼む。ぜひも。はあ、うん、そうね。よかろう。